ネル開けるわ。残り1分。ティ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 、あ、やばい、2人いったぞ。いや、戻るんかーい。下引かれた。やばい、ついた、ごめーん。頑張れ、頼む、ナイス、ワンブイマンだ。え、違う、ワンブイマンじゃん。マジでディボーションが悪い。ボルドだったら5万人殺してた。なんかその、あの誘拐ポータル2人入るとは思わんかった。そもそも誘拐ポータルじゃん、射線広げるポータルなのに、なんか2人釣っちゃったしな。なんかもうやりたいことがなんかごちゃごちゃになって、頭ハッピーハッピーセットパッパラパッパッパーになってたわ。待って、木更津に優しいゲンが来たわ。もしかして千葉済みですか？木更津ってこれ千葉だからね。あ、木更津って何の木更津ですか？あ、紛らわしくて申し訳ない。いや、すいません、こちらこそすいません。木更津ってあの千葉にある木更津じゃないの？絶対千葉県民じゃんと思って話広げようと思ったのに。だってみんな木更津言うたら千葉の木更津思い浮かべるでしょ。木更津総合とか野球強いじゃん。それちゃうの？みんなもわかるでしょ。あ、千葉ね、あ、木更津の千葉ねってわかるくない？普通に。これ俺が悪い？なんだ、木更津って何なの？元ネタ何これ？恥ずかしい。ほんまに空気最悪になったって。これ合コンだったらもうおしまいやからな。解散の流れよ。これ合法的に紫山取る方法ね。目の前でずっとしゃがんどく。こうしとくとね、敵は味方絶対譲るんで。これでね、ぶんどくってくる味方おらん。95% の人が譲ってくれる。なんかぶんどると空気悪いじゃん。だからぶんどらずに待つんだよね、相手が譲るの。これソロマスター行くために重要な技術やね。生きよう。だってじゃあ客観的に見たら、あれ、俺ぶんどったってわけじゃないもん。もらっただから。取ったじゃない、もらった。全然印象変わります。まあ、これがソロマスターのやり方ですね。これが空気を よくしたまま紫山を味方からぶんどる方法。レッツチャレンジ。これが、そう、これが大人のやり方。皆さん、僕は決して奪ってませんよ。譲ってもらってるんです。安心してください。僕は決して味方から強奪してるんじゃないです。譲ってもらってるだけですよ。普通にブラハがいい人なだけ。まあ、その通りではある。まあ、優しいからね、ピンバックの俺に作っちゃうんですよね。優しいからマルンさん。プライドファイトが。クレーバーを発見。
まれ。おい、リレレレレレすな。あ、待って、クリプトいる、クリプトいる。敵をダウンさせた。クリプトが一番抜きやすいんだから。あんち飲まれたな。しかも3ラウンドだぞ、あれ。うわ、145。胴体かよ。死なんのかい。まあ、とりあえずここで後ろパッパッパ後ろ切って線路とか行けたらって感じか。はい、パッドちゃん、パッドゲッチュ、パッと許さないマンです。よろしくお願いします。これ入んないかな。起きたタイミングで爆発しろ。移動時間なくなるぞ。待って、すごい。俺上だけ取っちゃおうかな。無理はしない、帰る。そうすることによってこいつらはアンチートをクッソしづらい。ナイス、ヒートシールある、ヒートシールだらけだ。これいけるか。やばい、交代かよ。ピンノックだ、ピンノック。違う、パッタンチじゃない、パッタンチじゃない。パッタンチではない、普通に立って当たってるのはもう、あんなもクレーバーのカモですよ。パッと許さないって言ってた。嘘、嘘言ってないよ。パッと許さないマンです。よろしくお願いします。パッタンサリは許さないよって、俺を前にしてってことね。それ当てらんないか。いや、おー、ごめん。順位上がれ、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 順位上がった、あー、来たー、順位上がった、来たー、いたーい。味方からクレバーを奪ったせいで俺だけ多分キルポめっちゃある。俺が俺のやり方だ、最低なやり方です。味方のクレバーを強奪して自分だけキルポを稼ごうと。